どうも、ジムニーです。先日は全日本体操個人総合選手権を人生で初めて観戦させていただきありがとうございました。素晴らしい選手の皆様のご活躍を生で見れてとても嬉しかったです。選手や関係者の皆様、運営の皆様、大変お世話になりました。感謝感謝です。来月には NHK 杯も開催されます。改めて全ての選手への応援をよろしくお願いします。さて、今回私が初めて観戦させていただき、とても楽しかったところ、楽しくなかったところ、もったいないなぁと感じたところなど多々ありました。大変恐縮ではございますが、感想を話させていただきたいと思います。いや、素人のお前が分かったように物申すな、と思われるかもしれません。もしその可能性がある方は、ここでこの動画を閉じてください。体操を見たことがない、一一般人の意見として受け止めてくださると幸いです。忖度抜きで、こんな感想を抱く人もいるんだなぁ程度に聞いてください。感想をお話しさせていただきます。まず、前提として、私が見たのは男子の試合です。そして試合開始からしか試合を見ておらず、予選と決勝でも異なる点はあるかもしれません。確認不足があったらすみません。では今回は、楽しかったところ、良かったところをお話しします。会場について、今回は高崎アリーナにて開催されたのですが、高崎駅西口からとりあえず左に進んでいればすぐに着く感じです。駅からのアクセスがよく分かりやすかったです。駅からアリーナまで私はゴミ拾いを行っていたのですが、ゴミもほとんどなく綺麗な街だったのは素晴らしいです。会場自体もクールでシンプルな建物です。会場入り口にはエレベーターもあり、バリアフリーにも対応してはいます。多少段差などもありますが、比較的通りやすい印象でした。会場の入り口での感染予防対策は、共用で使用するようになっているペンなどはありましたが、おそらく消毒は定期的に行われているか、ペン自体も定期的に交換されていると予想します。比較的対策は徹底されていたのではないでしょうか。受付スタッフの方のご対応も印象よく、問題なく入場することができました。席はおそらくどこからでも各種目を見ることができて、比較的見やすいよう気遣いされ設営されていました。試合について、空席は多かったのですが、来ているお客様一人一人の熱意や熱量は高かった印象です。ああ、体操や選手が好きなんだな、素敵だなと感じました。観客席のお客様が選手の点数を予想したり、順位を気にしたり、誰がイケメンでかっこいい、あの選手を見るまでは帰れないと言ったり、選手を名前で呼び捨てするほど親しみを持っていたり、どの選手の何が見どころなのかを教え合うなど、それぞれの楽しみ方を持ち、観戦されていました。身内の方も多く、観客席の中でもお知り合い同士という方も少なくはない印象で、和気あいあいとしているお客様同士もいました。演技がうまくいったのかどうかは、観戦初心者としては着ピタなど分かりやすい判断基準や周囲の様子からしか分からないのですが、おそらく演技が成功したのでしょう。選手のガッツポーズはとりあえずかっこいい。どのスポーツでもそうですが、感情が素直に現れた瞬間というのは心を動かされるものがあります。このご時世ということもあり、口は開けているけど声は出さずに顔をくしゃくしゃにしガッツポーズをしている選手もおり、今だからこそ見れる貴重なガッツポーズも楽しかったです。生で見る着ピタ、最高でした。一般人が見て一番わかりやすい体操の成功失敗の基準は、やはりこれではないでしょうか。着ピタをした時に、観客の皆様から起こる拍手や、着ピタを出せず、失敗する選手などを見ていると、いかにこれが難しくすごいことなのかもわかります。どの業界でもそうなのですが、プロレベルになればなるほど、その動作や技術を簡単にこなしてしまいます。しかしそうではなく、一つ一つの演技を完成させるまでの計り知れない努力を考えると、感慨深いものがありました。グッド、グッドでございます。着ピタを見るだけで、ストレス解消効果があるくらいすっきりしました。着ピタと同じくらいに、一般人でも、おっと分かりやすい凄さの判断基準として、例えば鉄棒で宙返りをして、また鉄棒をつかめるか、など、キャッチできるかどうかというのも、楽しみの一つでした。体操は、とにかく採点競技ということもあり、やはり楽しさの醍醐味は、緊張感、緊張感、緊張感なのであります。緊張感が高いからこそ、それが成功した時の達成感、緊張から解放された時の解放感、それらを選手と共にミニカで感じられることなのかなと思いました。私は他のスポーツも多く見てきたのですが、体操というスポーツを生で見て特に感じたことは、スポーツの中でも試合や演技一つ一つが怪我や大事故と隣り合わせでもあり、選手は一つ一つの演技に命がけなのだという印象でした。やっぱりこう言ってはなんですが、演技が成功して歓声が上がるのは楽しいとして、演技の失敗を見て、あの選手大丈夫かな、
とか心配になったりする面では、その選手の今日に至るまでの経緯や覚悟はこの試合では伝わるような選手個人のストーリーを観客に説明してくれる演出はなかったですが、演技が失敗したり危ないというシーンを見るだけで応援したくなってしまう気持ちになるのは事実かもしれません。スポーツの性質上、怖いもの見たさやハラハラドキドキを好む人にはもしかしたらより楽しめるスポーツなのかとも感じました。失敗したとしても気まずさを感じさせてしまう選手と、気まずさを感じさせずに、ああ惜しかったね、もう少しでつかめたのにという楽しい印象を与えてくれる選手など、選手によって個性が様々でしたが、失敗した時や他の種目の選手が演技を終えて会場全体が自分だけの演技に注目されている時のプレッシャー感は半端ないなと思いました。その中で演技されている選手の皆様、心臓強すぎです。そういった面を考慮しても、命がけの覚悟の上で素晴らしい演技を披露してくれているのだと思うと、選手の皆様はすごいな、ありがとうございますと尊敬の念を抱きます。種目によって見た目の豪華さがある種目、素人にはわからないけどおそらく匠のような技術をこなしているのだろうなと思われる種目など様々あるのだなと生で見てさらに感じました。観客席から選手が観戦している席を眺めることができるので、仲間や知り合いを応援しているほか、選手の様子や試合では見れないその様子を伺うことができるのは良かったです。特定の選手に限りますが、取材のカメラがすごかった。向けられているカメラやシャッター音の数だけで、あ、この選手がすごい選手なんだなと分かりました。表向きだけなのか本当にそうなのかはわからないですが、競技の性質上も考慮し、基本的に選手たちはみんな真面目で好青年だなという印象でした。良い意味では礼儀正しく好青年、悪い言い方だとみんな似たり寄ったりという感じだったので、少しでも感情的な素振りや個性のある動作やパフォーマンスをする選手がすぐに印象に残りやすいという様子です。体操選手はスタイルが良く、室内競技なので美白の選手が多く、そういった方が好きな皆さんにはとても好きになりやすいスポーツなのかなと感じました。みんな遠くで誰かわからないけれど、演技が始まる時の「はい、お願いします」というような掛け声は聞いていて気持ちが良く、その声によってある程度あの選手の演技が始まるのかなと分かりました。選手たちについて、先輩後輩や元所属先や母校など知り合いということもありますが、お互いライバルにもかかわらず頻繁に選手同士で拍手やタッチするなど讃え合う様子はいいなと思いました。採点競技特有のことなのかもしれませんが、採点競技だからこそその技を成功させるまでの努力や背景をお互いが知っており、ライバルではあるけれど同じ体操で戦い合うアスリートとして敬意を示し讃え合っているのだと感じました。採点競技において自分の敵は他の選手ではなく己だけなのだと再認識させられた瞬間です。もっとバチバチにやり合ってるのかなと思っていましたが、そうではなく所属は違うけれどみんな仲良いな、良いやつばっかやんという印象でしたね。選手のユニフォームも色やデザインなど個性豊かで目で楽しめました。選手との距離があるので顔は分からずともユニフォームで選手をなんとなく探し見分けをつけることができます。監督やコーチ一人一人にも個性があり、貫禄あるなという監督様もいれば、フレンドリーだなという指導者、プレッシャーキツというような方など様々おりました。選手が休憩中にトレーナーの方がよく選手をケアしている様子も印象的でした。すごい体を酷使しているのだなと感心し、それをケアしているトレーナー様がいて、初めて成り立つこの試合なのだと思うと、選手だけでなくこういった関係者様にも感謝しないとと深く思いました。おそらく日本体育大学様の応援だったと思いますが、スティックバルーンを持ち応援されていた姿に団結力や応援の個性を感じ、とても良かったです。スポーツを観戦に来る楽しさの一つには、自分が応援をするだけでなく各チームの個性あふれる応援を見るのも一つだと思うんですよね。あのチームの応援楽しいな、あの応援各地図さ見たくなるな、見てて真似したくなるなとか、そういったところからチームや選手を知るきっかけになったりもするものなのです。その競技に詳しくない人からすると、簡単に楽しみを感じられる要素というものがあると分かりやすく好きになりやすいですよね。声を出す応援ができないのですから、スティックバルーンでなくとも観客が拍手以外で選手を応援し共感を生み、 SNS に投稿したりお土産にもなるようなグッズの販売はオフィシャルでしてほしかったですね。日本チャチャチャ的な感じでポンポンしたかったです。
スティックバルーンだけでなく、観客が体を動かせる要素があるというのは、実は大切なことで、今回の大会を最初からフルで見ると、何時間も硬い椅子に座りっぱなしになるんですよ。しかし、そういった体を動かす要素や、ストレス発散になる要素があると、長時間座っていることの苦痛の緩和にもなるのです。日本体育大学様だけでなく、選手のネームボードや旗などを用意されている方も少なくなく、このご時世にもかかわらず、来場されているお客様ということもあり、とても体操や選手への愛を感じる素晴らしいお客様がいたことは感動いたしました。体操は試合中静かで、物音すらあまり立ててはいけないような空間なのかなと誤解していましたが、会場には競技中も BGM が流れており、楽しかったです。結構イケイケゴーゴーな感じの優しめな EDM が流れていました。なんだか何かのエクスポを見ているような感覚も多少ありました。素人の勝手な印象ですが、演技中ももちろん楽しいのですが、班の移動やアップ中の方がみんながワイワイ動き楽しかったです。アップ中の方が BGM も結構激しめなのがかかっていたせいもあったかもしれませんが、試合よりも試合の合間合間の方が一つのショーを見ているような感覚も多少はありました。どこかで耳にしたのですが、今回の全日本は同時配信の解説もネット上で行われており、耳にはイヤフォンをしながらその場で試合も見るという楽しみ方をされているファンもおり、通の人たちはいろいろな楽しみ方をされているなという印象でした。これは本当に素晴らしいなと思ったのですが、メジャースポーツには大歓声を上げたり、このご時世では許されていない違反行為をする一部の方もいるのですが、この体操の大会のお客様はそういったこともなく、マナーを守り観戦されている様子は当たり前かもしれませんが、叫びたいところを我慢し楽しまれている姿を素晴らしいと心から感じました。もう100万点満点でございます。試合が開始されると、いろいろなところで同時に演技が行われ、あっちも見て、こっちも見て、というように、楽しい演技が次々に絶え間なく行われるのはグッドでした。素晴らしい技術を努力し身につけてきたという理由なのかわからないですが、独特の強者や皇帝っぽさというか、なんか RPG のめちゃレベル高い人みたいなオーラもあり、主役の選手たちはすごいっぽい人の雰囲気がマックスでした。極少数ですが、観客席へリアクションをしたりする選手も中にはいて、ご自分の知り合いや観客への配慮をされている様子は好印象でした。他にもたくさん楽しいところはありましたが、長くなってしまうので今回はこの辺にしたいと思います。また改めて楽しかった点などあれば、その都度公開させていただきます。次回は今回大会を始めてみて楽しくなかったところや、もったいないなぁと思ったところをお話ししたいと思います。ご清聴ありがとうございました。